今回はスマムラで購入したミッフィーちゃんのガマグチポーチをご紹介します。皆さんこんにちは、 YouTuber のゆいこです。いつも動画のご視聴並びにお付き合いをいただき誠にありがとうございます。チャンネル登録や動画の高評価ボタン、コメントをいただけると活動のモチベーションアップにつながります。ぜひ皆さんの温かい応援よろしくお願い申し上げます。応援していただけるととても嬉しく思います。はい、大相撲中継に載せて動画を撮っています。ちょっといつもと雰囲気違いますね。はい、では応援団はカメラ向かって右は大きいゼニガメのサンシ君、そして皇帝ペンギンのピンガちゃん、そして小ヤギのユキちゃんのランちゃん、そして最後は一番左は小さいゼニガメのカゲルくんです。あ、嘘、サンシ君です。間違えちゃった。では、ガマグチポーチです。ちょっとね、NHK の福祉大相撲の告知があってゲストの方誰が出るのかってそっちに耳がいっちゃった。じゃあご紹介しますね。お値段は979円でした。はい、で私ね、青ベースの方を表にしてて、で裏がね白の方にしてます。これどっちでもいいと思うんだけど、なんとなく青が表がいいなと個人的には思います。で素材は多分合皮ですね。で上側面がこうガマ口ポーチなので、大きいガマ口みたいな感じなので金具がこう中央の部分についてて、そちらを親指と人差し指でこうやって開けるタイプのものですね。で中にはあのセザンヌ化粧品の、コスメを入れてます。では出してみます。まずこちら口紅、それからこれも口紅ですね。セザンヌってコスパいいんですよね。なんか今日あ、ちょっと待って、さっきのなんだっけ、口紅じゃないかも。あ、最初に出したの一番最初のやつ、これが一番最初に出したこちらがグロスでしたね。であとは口紅2つ、なんかグロスもね口紅も同じ入れ物に入ってるから、蓋の部分にね小さいシールを貼りました。ポチンシールって私呼んでるんですけど、絶対間違えちゃうからそれを貼りました。あとはこれはセザンヌじゃないんだけど、アイライナーちょっと落とすといけないから指で持っとくあとはねヘアピン、それからこれも危ないな、落としそうだな。でこれはコンシーラー、それからこれはアイシャドウブラシ、これ置いちゃおうかな、置いちゃおう。とね、それからこれはハイライト、塗る時のブラシ、これデイジードールでしたね。それからこれはアイシャドウのハイライトをちょんちょんってやる時のチップ100均で買ったんだけどね。それからこれがなんだっけ、ハイライト兼チーク、それからなんか机がいっぱいになってきて、アイシャドウ、それからなんか落ちそうだから置けないけどとね、これファンデーション、なんだろう、ピンク色だったかな。でなんかお花がこうお花っぽいなんかエンボス加工でなんか描かれてありますね、ファンデーション。それからあともう一つファンデーション、こちら円形でこうなんかブツブツ
エンボス加工とはちょっと違うけど、なんか円形でぐるーっとなんかブツブツがついてる、なんか丸い形の丸い側面に沿ってブツブツがこうついてる感じ。イメージ的にはブレスレットみたいな感じなのかな。はい、そんな感じですね。で、水色の部分の真裏がですね、このように一つ内ポケットがついてますね。はい、じゃあちょっとしまっちゃおうかな。うん、工夫すれば、中にあれが品質タグがついてた。だから紙媒体の紙ベースのタグはちょっと破棄しちゃったんだけど、もし気になる方はコメントで書いていただければ多分品番とかわかるんじゃないかなと思います。はい、というわけで今回はミッフィーちゃんのガマグチポーチをご紹介しました。いかがでしたか。レビュー久しぶりですね。どれぐらいぶりだろう。1ヶ月ぶりぐらいか。うん。いや、なんかセザンヌ化粧品のなんかアイテムを入れるポーチが欲しいな。じゃあどこで買おうかな。フランフラン、まあ、フランフランじゃなくて、まああるんだけど、今日はちょっとフランフランがないところに行くってことになってたから、どうしようかな。あ、そうだ、島村だと思って。島村に行ったら、案の定、いいポーチが売ってて、案の定、いい塩梅に、いいポーチが売ってて、はい、なんか、すぐに決めて買いました。いや、島村いいですよね、コスパ。コスパがすっごく良くて、うん。さすが、島村ですね。はい。というわけで、今回は、ミッフィーちゃんのガマ口ポーチをご紹介しました。はい。じゃあ、大相撲の特別企画の動画もあるので、パパッとコンサートの告知をしちゃいますね。2月9日金曜日、19時開演、18時30分開場、ルーテル市ヶ谷センターにて、コンサートに出演します。音楽団体のドミナント主催のコンサートです。コンサートホールで弾くのは約10年ぶりになりますね。今からとても楽しみにしています。全席自由で一般3000円、25歳以下1500円となっています。チケットご希望の方は今からお伝えします。メールアドレスまでお願いします。Gmailのアドレスです。アドレスです。はい。お伝えしますね。まず小文字で、バイオリンの V、オラン、あ、間違えた。バイオリンの V、イタリアの I、オランダの O、ロンドンの L、オランダの O、ニューヨークの N、数字4桁で、3058、アットマーク、gmail.com、バイオロン3058、アットマーク、gmail.com までお願いします。また、大相撲中継の、大相撲特別企画の時にも、改めて告知します。今ちょっと手短になっちゃいましたが、告知はここまでにします。金曜日の夜でお忙しいと思うんですけど、お時間がありましたら、ぜひ足をお運びください。出演者、スタッフ一同、心より皆様のお越しをお待ちしております。では、今回の動画はここまでとなります。最後までご視聴、並びにお付き合いいただき、誠にありがとうございました。チャンネル登録や動画の高評価ボタン、コメントをいただけると、活動のモチベーションアップにつながりますので、ぜひ皆さんの温かい応援、よろしくお願い申し上げます。応援していただけるととても嬉しく思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。YouTuber のゆいこでした。それではまたね。バイバーイ。